あのクスクス入れたらちょっとクスクスと笑ってください。クスクスってあまりあの食べるチャンスないけども、簡単にねできますので、クスクスと笑って、はい、今日はリクエストでクスクスを作ります。前回ねクスクスを、作ったんですけど、他のバリエーションが、知りたいという時は、クスクスのリゾット風です。リゾット仕立てにします。フランス語でクスクスファソンリゾット、これファソンっていうのは、そのようにする、だから、クスクスは今日はリゾットのようにするという意味ですね。クスクスファソン リゾットを枝豆へベーコンで、枝豆とベーコンを使うというパターンでございます。はい、材料です。まずねクスクスね、今日は、こういう本場のクスクスを使います。そして枝豆もなんと買ってまいりました。お豆の王様、枝豆です。そしてトマトジュース、カゴメさんです。ベーコン、分量のお水、お塩、そしてまた仕上げに使 うチーズ。チーズはあの、リゾート2回使います。そのクスクスの中と最後仕上げに、パルメザンチーズと、イタリアンパセリ、まあ普通のパセリでも結構です。材料はこれだけです。ベーコンをカリカリに焼きます。ベーコンから油を出します。はい、ベーコンを、まあ、あのオリーブオイル少しあの入れてもいいんですけど、まあ、今日はベーコンから油を出して、まずベーコンをカリカリに焼き上げます。はい、皆さんね、強火で中火にします。うまくこの焼き色、この焼き色がうまみですから、次に、クスクスを入れます。あのクスクス入れたらちょっとクスクスと笑ってください。失礼しました。これもちょっとさーっと炒めていただいて、あのリゾット風ですからね、お豆を入れます。こういうお豆ね便利ですよね。はい、お豆を入れましたらトマトジュースを入れます。そして分量のお水を入れます。そして分量のお塩を入れます。はい、ここで一度沸騰させます。はい、もう一回強火にします。まあ、強火っていうか中火の強火ですね。ここで一回沸騰させて、粉チーズをパラ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 。はい、皆さんこれ見てください。あの沸騰してよく混ぜていただいて、はい、そうしましたら蓋をして火を止めて5分蒸して出来上がりです。はい、だいたい5分、経ちました。それでは、盛り付けに入ります。じゃじゃじゃん、おお、皆さん見てください、見てください、皆さんこの枝豆の量、またチーズをパラ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 と、そして板パセを、板パセなければあのなくてもいいですし、あの普通のパセリでも結構です。はい、出来上がりです。ね、簡単にね、皆さんね、簡単にできて、もうほんとクスクスって笑っちゃいますよね。いただきます。このクスクスはあの目が細いので
もう完全に。火が入ってますし。クスクスってあまり食べるチャンスないけども、パリとかがすごいですよ、クスクスのお店がね。たくさんあって、とにかくフランス人は大好きですが、いろんなバリエーションあるんですけど、こういう枝豆入れたりとかね、こういうトマト、あれなかなか日本の子供たちも馴染むと思います。今日合わすワインはイタリアです。白ワイン、ロンバルディアの、マランゴーナトレカンパネーパネートレカンパネールーガナ、トゥールビアーナという種類の白です。あ、アップルの香りがして、なかなかこのクスクスに合うと思います。ね、なかなか日本では定着しませんけど、皆さんこれは簡単にねできますので、クスクスと笑ってクスクスです。どうぞ、また新しいバリエーションで、皆さん採用してみてください。グーです。